キャッチフレーズしたいと思います。はい、48グループ1のいろじろ AKB48 チーム8チーム4兼任の長野セリカです。セリカって呼んでください。セリカよろしくお願いします。もうね、見てください、爪をめっちゃ短くしました。なんかずっと私爪を伸ばしてて、なんかネイルをした時に綺麗にネイルの爪のん爪の範囲をが大きい方があのなんていうの、綺麗に見えるって思ったので伸ばしてたんですけど、伸ばしすぎてなんか二枚爪みたいなめっちゃ割れたりしたということで、一回リセットしてみようと思ってめっちゃ切った。切りまくったそしたらもう超すっきり最高なのでこれ短い間は多分マニキュアあんま塗らないと思うんですけど、さっぱりしたということで、はい報告。結構爪で体調の感じとか分かるっていうじゃないですか。私寒くなると爪がめっちゃ紫になるんですね。なんで多分分かんないけど3日か1週間ぐらいはマニキュア塗らないと思うんで、その時にどんな爪の変化が見れるのかっていうのも楽しみながら、生活していきたいと思います。冷え性、冷え性です。末端冷え性、なんか指先がめっちゃ冷たい、だからほっぺたで温めてるんですけど今めちゃくちゃ指先冷えます。今も冷た。だからね、本当に冬は爪が紫なんですよ心配されるくらい。足も焼けなります。でも最近は学校に行ってた時はなんか足、上靴ね、久しぶりに言ったけど上靴が冷たすぎて、なんかそうやばかったね本当に。学校ってなんであんな寒いんですかね。上靴って上履きのこと。ああそうです、そうです、上靴っていうけど上履き、そう、寝るときも靴下して寝る感じ。ああなんかね、モコモコの靴下を履いてよく寝てるんですけど、なんかめっちゃ足の指動かしたいタイプなんですね。だから靴下がこう覆われてると指がうまいこと動かせないから、途中で脱いでるみたいな感じ。
そう、むずむずする。靴下履いて寝ると逆に冷えるよ。そうなの。意外。そうなんや。めっちゃ足指動かしちゃうんです私。今も動いてるもん。常に足の指動いてる。寝るときは靴下よりレッグウォーマー的な足が出てるやつがいいみたい。そうなんや。まあ、確かにね。足首は温めた方がいいって言うよね。なるほどね。そうだ、明日はオンラインお話し会です。楽しみです。冷蔵庫大丈夫だった？あ、なんか前回みたいな霜の落ち方はしてなかったけど、前回の半分ぐらいなんか冷凍庫の霜が落ちてた。冬だから溶けてなくて、なんでそこを台所のお水流すところに置いてやったんですけど、マジ冷蔵庫の温度調整はあんまいじらない方がいいなってことを気づきました。前はずっとパワーが6あるうちの6にしてたんですね、冷蔵庫交換する前。なんだけど冷蔵庫交換してからそんなにパワーを出さなくても、あの冷たくなるっていうことが、というか壊れてない冷蔵庫だから、そうパワー4ぐらいでもいいんですけど、でもなんかそんなに私冷蔵庫に物を入れなくて、物入れない方が死もできやすいっていうから入れた方がいいんですけど、あんま入れないからパワー今は3ぐらいなんですけど、それを2にしたんですよ。そしたら溶けたっていうかあれだったんで、また3に戻して、もう今は常に3って感じ。夏と冬で違う。確かに季節、そうなんですよね。そういうことかな。季節だから、冬だからパワー低くても冷たくなるのかな。冷蔵庫何入ってんの？なんかアイス枕、私がコロナになった時にママが送ってくれたアイス枕と、あとアイスと、冷凍庫はねアイスと、あとなんか氷を凍らすもの、凍らせてないんですけど、そういうスコップみたいなやつ入ってる。あとあれなんか保冷剤。冷蔵庫は調味料とか醤油とか、あとはなんか物入れないすぎる、入れなさすぎるの良くないっていうから、2リットルの水2本ぐらい入れて、であとはなんかその時食べるサラダとか納豆とか本当に凍ったことあるから、もう納豆が凍ってた時は私本当にどうしようかと思った。なんかまずなんか底の方、納豆の底の方が凍ってて、なんか納豆のタレかけたんで、そしたら混ぜたらなんかシャリシャリ言い出して、えフローズンみたいになってると思って、なんか上半分だけ食べたんですけど、なんかもう本当に食べれなかった。やばすぎて。
炭酸水も凍ってて、それこそフローズンになってた。あとアーモンド効果っていうあのなんだっけ、豆なんか飲み物、豆乳みたいな、豆乳じゃないんですけど飲み物、なんか私いつもちっちゃいこのパックを何本か買ってたんですけど、毎日飲むんだったら大きいやつ買った方がいいかと思って、大きいやつをドーンって冷蔵庫に入れてたんですね。そしたら大量に入ってる時は大丈夫だったんですけど、ちょっと量が減ってきた頃にこう注いだら凍ってて、なんかシャリシャリ言い出して、アーモンドミルクがもうね、マジかと思って溶かしたよね。いや皆さん本当にこれは冷凍庫に入れてたんじゃなくて、冷蔵庫に入れてたら凍ったんです。もうねびっくり。でもそれをね、パワーをね落としたら、それこそ霜が溶けて、なんか本当に大変なことになったから、パワーずっと上じゃないとダメだったんですけど、でも変えてから、冷蔵庫交換してからだいぶマシにはなったんですけど、でもやっぱなんかなんだろう、なんだ、そんな結構あの頭良くないかも、あの冷蔵庫。セリちゃんの冷蔵庫トークは永遠聞ける。いや本当ネタありすぎて、マジで冷蔵庫の愚痴いっぱい聞いてほしいもん凍るんですって言ってで卵がフローズになってたことある。それな、私も卵凍った冷蔵庫入れてて、なんか私一時期卵かけご飯にハマってたことがあるんですけど、あの卵かけご飯しようと思って、あのご飯をチンして、3分でチンしたら食べれるやつあるじゃないですか、あれチンして、じゃあ卵と醤油用意してみたいな準備してたら、なんかカンカンって割ったら、なんかうまく割れないんです、殻が。なんかゆで卵みたいな、でこう割ったらなんか硬くて、めっちゃで無理やりパッてやったらなんか固まってて、えみたいな。でもなんかそのメニューっていうか、そのレシピで わざと卵を凍らせて食べる人もいるっていうの一回聞いたことあったから、一回調べて、卵かけご飯卵凍らせるって調べて、でそしたらなんか美味しく食べれるみたいな書いてたんで、まあ食べたんですけど、まあ普通の凍ってない卵の方がいいよね。それをなんかね、トロトロの卵で食べようと思ってたのに、フローズンの卵だったからね、気まずみたいな今はでもなんか冬場だから、あのパワーが低くてもなんとか耐えれるけど、夏場になったらまたちょっと怖いよね。気温上がってきたらなんかパワーが減りそうっていうか、パワー強くしないとダメになりそう。心配。だから本当に私冷蔵庫をさ、頭悪いからさ、あのまあその常温保存できるものとか、その日中に食べるものを入れるだけにして、なんかそうしたよね。ケトルあればいけるみたいなやつとか、あとはなんか何だろう、だからなんだっけね、カレーとか作った時も次の日食べようと思ってフライパンごと冷蔵庫入れてたら凍ってて、
カチカチ、トロトロにはなるじゃない。だけどもうめっちゃ凍ってたからね、ちょっとね。やばい、永遠できる冷蔵庫の話もうやだわ。まあでも定期的にするかもね、冷蔵庫の話を。なんかも凍ってたんですよね、なんだっけね、なんかなん、めっちゃ凍ってた、なんかめっちゃ凍ってたやつある、調味料で、なんだっけ忘れた。なんかチャーハンの、あのチャーハン作るための香味ペーストみたいなのあるじゃん、なんかめっちゃ商品名だけど、あのこのチューブ1本あれば、あの食べ美味しく炒められますみたいなやつ、あれをね初めて買ってみたんですね。で、あの冷蔵庫開封後は冷蔵庫保存みたいな書いてたんで冷蔵庫入れてたんですね。でまあ何日か経って、あーせっかくこれ買ったしまたチャーハン作ろうと思って出したら、こうチューブ頑張って押しても全然出てこなくて、めちゃめちゃ固まってたんですね。もう本当に悲しい。だから溶かしてから作ったんですけど、マジで硬すぎて、もうすっごい力を込めてチューブを出したんですけど全然出てこなくて、めっちゃ冷たくなってて、もうねマジかと思って、っていうのもあって私がそう料理へのモチベーションがなくなったんです。冷蔵庫を言い訳に料理をしなくなりました。逆にこうって結果良かったことってある？いやないね。お茶とかも普通に凍るしね、ペットボトルちょっと残ったやつ入れてたら。逆さまに置いてませんか？いやもうちゃんと設置してもらったからね。しかもね本当にね、そうなの、私生きてきてね冷蔵庫でこんな苦労したことないし、なんならね冷蔵庫って便利だなみたいな感じなのに、なんかもうなんかね、あでもしょうがないかも、私のお家の冷蔵庫はなんかなんとなく。前世で冷蔵庫に悪いことした？いやいや、私の前世メトロノーム説あるから、悪いことはしてないはず。どこ製の冷蔵庫？わかんない、メーカー見てなかった。よく揺れるから私、だからメトロノームなんじゃない前世って言われて、確かにっていう。明日って私一部からですよね。
早起き。明日は服はね、あれ着ます、言ったかもしれないけど、コンサートの私服ファッションショーで着たワンピースを着ます。コンサートの時に写真撮れなくて、なので着て明日は写真撮って載せます。明日来られる方は服をたくさん褒めてくださいませ。楽しみ、ありがとう。あれはスリちゃんチョイス、そうです、私が選びました。なんかそう、あのママにいつも相談するんですけど、今回は買ってからこれにするみたいな感じで送った。眠くないのにあくびが出てきた。セリちゃんロングスカート好きだよね。好きです、ロングスカート好き。明日話し会に、明後日劇場公演楽しみ。そう、明後日公演なんですよね。楽しみましょう、イエーイ。そういえば今日はインスタのストーリーの質問コーナーをしているので、全部は返せないんですけど、まあよかったらコメントしてみてください。いちご食べ過ぎてお腹チャプチャプしてる。今日いちごの日なんですよね。コンビニとか行ったらいちごいっぱい売ってた。いちごじゃないけど、いちごのなんかがたくさん売ってた。インスタって通知来ない時あるよね。ああ、インスタの通知をそもそもオンにしてないからね、わかんないけど、ストーリーも通知来るのかな。毎日毎日っていうか、投稿されたらあれなんか来そうだけど、ストーリーでも通知来るのかな。22日はショートケーキの日。そうなんだ。本当に知らずツイートしたの。いや、マジで知らなかったの。日付知らなくて、今日の。とりあえず起きて SNS やろうと思って。で、ツイートしてからなんか、
いろいろ見てたら誰かがハッシュタグいちごの日って書いてて、え今日何日と思って見たら15って書いてて、あーねと思ってタイミング良かったなーってなってっていうやつ。ストーリーは来たり来なかったり、ランダムなの。そうなんだ。22日の上に15があるからね。無理やり、すごい、ショートケーキの日すごいね。それでピンクの服着てるのか。これはめっちゃたまたま。本当に無意識。なんならあのいちごツイートする前に着てたんで、たまたまです。そう、いやいや、マジで全部偶然です。めっちゃたまたまね。スカート白から、スカートは黒です。今日はていうかほとんど私黒のスカートばっかりかも最近。黒いスカート、部屋着でスカート履くのね。なんか今日は普通にスーパーに行ったんです。だからスカート、ロングスカート、ズボン姿あんまり印象がない。そうだね、あんま履かないっていうか、持ってるのがレッスン着とかはズボン、アディダスのパンツみたいなやつですけど、私服であんまり履かないかな。確かに何かズボン買おうかなと思って見るんですけど、なかなか買うまでに至らない。いや、いきね、履きたいですけど。ちゃん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 、白のジーンズが似合いそう。嬉しい。なんか可愛いレッスン着が欲しくて、最近毎日っていうか2日に1回か3日に1回っていうか、3日おきか2日おきに同じレッスン着を着回してるんですけど、
なんかそろそろ新しいっていうか、なんかの欲しいと思って探したんですけど、ネットで見たんですけど買うまでに至らなかった。いいのに出会いたい。レッスン着もこだわりある？私でもレッスン着あんま汚したくないっていうか、結構座るふりとかもあるから白はあんま着ないんですよ。黒ばっか着る。ユニクロと GU 行くの？ああ、たまに行きますね。たまに。冬は靴はブーツとか、ブーツですね、ショートブーツ履いてます。はい、でもこれからもっと寒くなるからね。ブーツの中でも足の指動かしてますか？動かしてますね。そんなめっちゃこんな風には動かさないけど、ちょっと動いてますね。電車待ってる時とか結構動いてる。足のサイズ何センチ？25です。こちら定期的に行きますね、この質問。パシフィコお疲れ様でした。楽しかったですね。楽しかった。ブーツ疲れない？あの中敷き、ふわふわの中敷き引いてるんですね、疲れないように。中敷きを引いたらめっちゃマシになった。やっぱブーツだとそこが硬いのが多いので、ふわふわの中敷きを買って入れたら疲れないようになりました。逆になんかぺったんこの靴の方が疲れちゃうんですよね。スニーカーもペタペタすぎたら、あのふくらはぎの前の方がめっちゃ痛くなっちゃう。だから厚底の方が履き慣れてる気がする。昔からヒールのあるものばっか履いてきてたんで。私服ファッションショーの時のブーツは自前。はい、いつも履いてるやつです。
私服ファッションショー、セリちゃん的に誰が良かった？でもみんな可愛かったですね。でももちゃんのブラウスがめっちゃ可愛かったの。でももちゃんのあの私服のあのエピソードもちょっとおもろいんで、まあももちゃんに聞いてほしいんですけど、あのブラウス可愛かったね、ももちゃんの。あとでもゆりなちゃんのスカートも可愛かった。あ、確かにゆうなも可愛かったよね。あとでもみんな可愛かったからな、難しい。ネットで買ったらめっちゃクッション硬くて、まいった。色違い送られてくるし、それきついね。確かにネットをね、たまにあるよね。私も思ってたのと違うなみたいなやつ届いたことある。最近はなんか実際に見てから買うんですけど、一時期めっちゃネットで買ってた時あってけどね、最近はね実際見る派になったかもしれない。今回のコンサートで特にお話ししたメンバーは、結構みんなと話したけど、めっちゃ、なんだろうね、意識的に話したい。あ、でもミッサーとか話したかもしれない。今回なんかいつも仲いいみゆとかももちゃんとかさやなとかゆりなちゃんとかなぎとかなるとかはもう常に会ったら話してるから、そのメンバー以外だとミッサーとか、あとはれいちゃんとか、ああはるぴょんとかもかな。難しい、みんなと話したからね。まあ、ましろちゃんも話したというか久しぶりに会ったから、あのそうすごいレアキャラに会えて嬉しかった、可愛かった。なんかましろちゃんが蜂の巣ダンスとか踊れるようになってて感動したよね。みんなで感動した、踊れてるみたいな。レイちゃんはまだ謎テンション見せてくれないの。そうだね。でもレイちゃんと今度いちごのタルトを食べに行く約束をしました。成長を。次のチーム A で一緒だね。あ、そうだ、やった。同じやん。何話すの。でもなんかそんなにね、なんか深い話はしたことないんですけど、今日も可愛いねみたいな。なんかすごい笑顔が可愛いんで、その笑顔を見たくて話しかけちゃう。ましろちゃんから話しかけられることはあまりないんですけど、私から話しかけますね。
50分ぐらいになったらランキング読もうかな。ネタが薄い。そうなの。あんまね、もっと深めの話も、なんかマシロちゃんってどんなことで悩むんだろうとかな、気になるんですけど、ちょっとまだそこまで話せる中ではないんですよね。やっぱなんせ会ってないからね、全然。何年、2年ぐらい会ってなかったから。深めの話は誰とすることはない。あ、逆にね。でもあのね、なぎちゃんなる、ゆりなちゃんとかなるとか言った、ももちゃんとかさよなとか、あとみゆだね。もともとずっと仲いいメンバーはめっちゃ話す。深い話っていうか、話す時間も長いから、なんか徐々になんか話してるうちになんか深くなっていく。そう、そう、一面だね。アハッツは今回ユニットが一緒だったから、いつもよりはね話せたね。なんかハッツの今の髪型がめっちゃ好きで、私髪長い人めっちゃ好きなんですよね。だから可愛いと思う。セリカちゃんとナギちゃんがいつもどんな話してるのか気になる。ナギセリ、なんだろうね、何話すかな。でもいろんな話はします、ナギちゃんと。たわいもない話もするし、なんかお仕事の話もするし、食べ物の話とかめっちゃするかも。ファッションの話全然しないメンバーと、なんかここかわいいよねとか、ブランドここが好きとか、なんかそういうのたまに言うけど、全然ファッションの話しないね。たまになんかメイクしてる時にここのこのコスメが良くてみたいな話はするけど、ファッションの話全然しないかも。愚痴ってるのとか聞きたい。あんまでもそんなにね愚痴らない。まあいろいろ思うことがあってもそんなに、自分がうまくいかなかった話とかは聞いてもらったりとか、面白おかしく聞いてもらったりとかするけど、なんか人に対してとか全くないから、マジで平和だよ。
ぎちゃんスイーツ好きそうだね。確かに。でもなぎちゃん意外とアイスとかもバニラ系食べなかったり、なんかシャーベット系の方が好きとか、だから好みが意外となんかすごいバニラアイスとか好きそうなイメージなのに、勝手なイメージだけど、だけど意外とシャリシャリしたシャーベット系の方が食べたりとかするから、意外だなって思う。みんな仲良しだもんね。そうです。チルティのクッションファンで誰が持ってたの？なんか最初にね、なんかミュと私がたまたまチルティのクッションファンデがたまたまお揃いになったんですね。多分横浜のツアーファイナルの時に、え、お揃いじゃないってなって、イエーイお揃い、これめっちゃいいよねみたいな感じで言ってたのから始まって、でそこから多分私がゆりなちゃんにティルティルおすすめって言って、でみゆがなるにティルティルおすすめって言ったのかわかんないけど、でそこからなんか広まって、広まり方はちょっと危ういけど、で今なるとゆりなちゃんとみゆと私でファンデーションがお揃いっていう。めっちゃよくて、あれマスクに72時間ぐらいつかないみたいなやつなんですけど、いや絶対72時間以外以上っていうか、72時間もつきっぱなしなこと絶対ないから絶対に大丈夫なんですけど、あの本当につきにくい、そんなにマスクに全くつかないわけじゃないけど、つきにくくはなった。あとマスクについても崩れた時の崩れ方がそんなに汚くないっていうか、よれ方が綺麗、なんかあんまりメイク直ししなくていいっていうのがいいなって思う。だから2公演の時とかも、公演1回目終わった後もそんなに塗り直さないし、そのまま出れる。ちょっと目のまぶたを足すだけで OK みたいな。だからメイク直しが楽だなって思います。あのファンデーションは多分私のママもあれ使ってる。形が可愛いんですよね。ストーリーに載せてるんで、わからない方よかったら見てください。ティルティルピンクの卵型のファンデーション、クッションファンデ。本当にメイクしてる時にマスクするのは本当に嫌だ。なんか別にプライベートとかお休みの日はファンデーションすら塗らないから、パウダーみたいな粉だけ塗ってマスクとかだから全然いいんだけど、本当にお仕事の時とかはやめてほしいよねマスク。でもマスクしてないと逆に違和感がある。だからさ、私ステージ立ってる時に、あ、マスクしてないって一瞬思ったことあるぐらい、マスクが当たり前になりすぎて、ここがスースーするんですよね。マスクしてなかったら、なんかレッスンの時もマスクしてるから、なんかマスク取ってやった時に、え、マスクしてなくて大丈夫かなみたいな思っちゃった。そう、っていうねお話です。もう55分になりますね。ランキング読もっかな。家出るときマスクし忘れるのよくある。
ああ確かに。私も玄関で「えマスクしてない?」と思って取りに行った時もある。マスクが当たり前でマスクないと変だけど、マスクし忘れる時もあるっていうね。カバンにマスク指輪置いておくね。それかも、マスクの紐切れる時ない、たまに。つけようとしたらブチって切れたみたいな、引っ張りすぎたのかもしれないけど、なんか取れちゃって、だから買い直したこともあるから、絶対に予備は私も入れてます。最悪ですよね、予備なくてマスク壊れた時。じゃあそろそろランキング読みますね。13位、7番目のおっさん、あっとピンクのトレーナーかわいいねさん、ありがとうございます。書いてないけど。12位、ピンクのりたま、あっと結んでる髪の毛かわいいさん、ありがとうございます。書いてないけど。11位、トレオヤジ、あっとお話し会楽しんでねさん、ありがとうございます。書いてないけど。10位、ゲンタブ、アット今日の前髪何点ですか？60点です。そうなんださん、ありがとうございます。書いてないけど。9位、エムゴ、アットセリちゃん今日も白いさん、ありがとうございます。書いてないけど。8位、マサノブ、アットコンサート楽しかったよさん、ありがとうございます。書いてないけど。7位、幻アット、せいちゃん爪めっちゃ短くなったねさん、ありがとうございます。書いてないけど。6位、園田長崎、アット、今日の髪型&目元かわいいさん、ありがとうございます。嬉しい。5位、プアアット、せいちゃんは今日も喋り方がゆったりしてるねさん、ありがとうございます。書いてないけど。4位、中心福赤でいろんなメンバーの壇上に上がる DD、 アット、今日も寒かったねさん、ありがとうございます。書いてないけど。そして3位、ひらっぴ、アット、今日はいちごの日だね、そうだねさん、ありがとうございます。書いてないけど。2位、中心、アット、今日のショールームも楽しすぎましたさん、ありがとうございます。書いてないけど。そして1位はぶっちゃん、アット、髪をまとめてるセリちゃんもめっちゃ可愛いさん、ありがとうございます。ありがとう、今日も見てくださってありがとうございました。じゃあ18時過ぎまでアフタートークをしたいと思います。どうしようかな、今日は書いてない人多め、それな髪伸びたからまとめられたの。そうだね、伸びたけどめっちゃまとめてる毛は短いよ。ワンチャンツインテールできるんじゃないみたいな長さ。公園の髪型どうしよう。髪伸ばすんやったっけ、
や伸ばしてるんですけど、もうずっと前から髪を切る前からもうずっと伸ばしてるんですけど、髪の痛みのせいで切るっていう感じになってしまっているので、あの傷んだらまた切る、でも伸ばしてます。常に心は伸ばしてます。でもそう、傷んだら切るっていう感じ。ピンク以外の髪色に変える予定ないの？ピンクすぐ落ちるからな。私イヤリングカラーっていうのしたくて、この辺だけ明るい色に染めたいんですね。このここの色はピンクがいいんで、この表面の髪は濃いめのピンクで、ここは薄めのピンクみたいな。絶対可愛いよね、色味が。だからね、やってみたいって感じ。17日の髪型楽しみにしておきます。はい、17日って1回だけだっけ公演。久しぶりのフォトタイム、じゃあフォトタイムにしますか。はい、チーズ、カシャ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 、フォトタイムです。フォトタイムって可愛くない名前。あ、1回だけなんや。あ、平日か、今日土曜日か。動かないうちに撮りましたさすが、私が動くことをもう予想して撮ってくれたっていうね、さすが動くな、そう動くなっていうコメント待ちなとこあるから、フォトタイム。ですね。今日の夜ご飯は、私はサラダと餃子を食べます。皆さんは夜何食べますか？手作りですか？いいえ、ボタン押すだけでできるやつ、チーンっていうやつ王将食べたくなってきた。わかる、王将の春巻きがめっちゃ美味しいよね。私家族でよく王将に行くんですけど、本当に美味しい。そう、今日はフライパン使わない日、今日は鍋らしいです。あ、お鍋いいね。餃子とラーメンとセットやな。あー、いいね。本当に王将好きで、エビチリとかも好きだしあんまりなんか中華食べるイメージないって誰かに言われるんだけど、なんか洋食ばっか食べてそうみたいな友達とかに言われたことあるんですけど、中華も食べる、好きです。大阪王将とどっち派？でも
お弁当とかでよく来るのは大阪王将だけど、食べに行くのは餃子の王将。お箸とか使わないイメージあるよねお箸ばっかですね。なんなら割り箸。でも私本当に最近はマジでそんなんじゃないけど、なんかナイフとフォーク好きすぎて、なんか小学生の時とか、なんかお箸出してくれてるのにママがわざわざ自分でナイフとフォーク持ってハンバーグ食べたりとかしてたんですよ。もうかわいい自分で言うなって感じだけど、すごいナイフとフォーク好きだったんでそうなの、なんかわざわざあのナイフとフォークで食べてました。ちょっと恥ずかしいそうです。何の影響？何の影響だろうね。でも普通にナイフとフォークっていうのに憧れがあったのかも、その時は。フランスへの憧れ、あ、そう、私本当にフランスに行きたくって、なんか YouTube とかでなんかパリで生活してる人の YouTube とかめっちゃ見るんですよ。なんかすごい街並みとかが好きで、雰囲気とかが好きでめっちゃ見る。昨日も見た。ひろゆきさんって来てる。確かにひろゆきさんや。ひろゆきさんたまに見ますけど、ひろゆきさんのじゃなくって、あの Vlog みたいな、パリのおしゃべりしてるんじゃなくて、一言も喋らない方の YouTube なんですけど、あの街並みが映ってる。住みたいの。住めるなら住んでみたい、何年か。でもそんな勇気は今はない、喋れないから。うん、でも絶対に生きてるうちに行きます、フランスにフ2年後とかに住んでそう。私は22歳、若っ。22歳でフランスに住むのすごい。今からもうフランス語勉強しないと。エッフェル塔グッズ集めそうって言って、集め出したら止まんないかもね。今んとこ集めてないけど。海外ではフランスが一番好きかな。はい、ダントツフランス大好き。行ったことないけど。なんなら国旗も好きだもん。フランスの国旗見たらなんかテンション上がる。
あ、フランスって そうですね。なんかチーム4公演のオープニングの手をつなぎながらとか、チェイムはラブソングを歌ってる公演衣装がめっちゃフランスっぽくて色合いが好き。トリコロールカラーっていうの。そう、私あれ昔フィッティングした時にえフランスやんと思ってそう、色味が 2,3 年前に思った。それじゃあね、そろそろ終わろうかな。黄色は阪神やんとならなかった。ああ、それは確かに阪神ぽいっちゃぽいけどならなかったね。はい。それじゃあ明日お話し会来てくださる方はお話し会一緒に楽しみましょう。見てくれてありがとうございました。バイバーイ。